皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、10月中旬のつながるラジオになりますけれども、今日もよろしくお願いいたします。はい、沖縄はまだどうでしょうかね。朝晩冷えたりとかっていうことはあるんですかね。だいぶ涼しくなってきましたでしょうかね。なんか全国の天気を見てると、30度超えて、すごいガンガン暑いっていう日はだいぶ少なくなってきたんじゃないかなっていうふうに見えてますけどね。あと寒いっていう言葉もね、結構天気予報からも聞こえてきてますし、やっぱり朝晩ですよね。寒いなって思う日が、私たちもですね、青森県でもだいぶ増えております。寒い時は、ちょっと10度を下回る日もちらちら出始めてきたなと、そんな10月の中旬を迎えております。山並みですよね。紅葉も、だいぶ進みましてですね、私たちの、津軽地方には、岩木山っていうね、富士山のような、別名津軽富士なんても呼ばれているようなですね、愛されているお山があるんですけども、そこの山を見ているとですね、本当に赤くなっているなっていうのが、遠目で見ても赤くなってるなっていうのが分かるぐらいになってますので、多分ね、近づいていくとかなり見頃なんだろうなっていうふうには思いますね。やっぱちょうどいい季節になったなと思いますよね。やっぱ過ごしやすいです、すごく。朝晩は確かに寒いんですけど、まだまだ雪が降るとかね、そんなレベルでは私たちもないですし、日中はね、そうは言っても20度をそこそこ超えたりねしてるんですよ。だから長袖1枚で全然 OK だし、長袖1枚でも少しこう腕まくりしないとね、いけない場面があったりっていう、そんな感じなんでね。本当過ごしやすいな、いい季節だなって、秋大好きですっていう感じですね。はい、皆様はいかがお過ごしでしょうか。はい、この番組はですね、メッセージも OK しております。メールアドレスは797@fmkino1.com 797@fmkino1.com です。ぜひお気軽にメッセージお寄せいただければというふうに思います。それでは今日も始めていきましょう。この番組は青森県弘前市で創業46年弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、 Facebook ページからお問い合わせください。改めましてお届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。ということで、今日のつながるラジオもですね、ちょっとおしゃべりしていきたいなというふうに思ってるんですが、こうやって一人でですね、ちょっとお話をしていく放送、少しだけ久しぶりでして、しばらくゲストさんをですね、お迎えしておりまして、いろんな方にですね来ていただきまして、先週は山内舞さんですね、言語化トレーナーをやってらっしゃる、大手の人事職の経験を生かしてですね、言葉の練習をするっていう、大人が言葉の練習をする場面って意外とないじゃないですかっていうこと で、実際に仕事をしていってもですね、伝達する、伝えるっていうことが、自分では伝わったつもりだけど、やっぱその言葉の選び方、チョイスだったり、やっぱ伝え方、表現方法ですよね、表現の方法の仕方が、やっぱり訓練されている方がですね、より相手に伝わりやすいじゃないかと、
まあ、そういうことをやっている言語化トレーニングですね、山内麻衣さんを選手はお迎えいたしました。でその前はですね、株式会社ココロミの代表取締役の林大輝さんもお迎えしましてですね、ココロミさんは何をやっているかというと、健康診断のね、心電図ありますね。心電図皆さんもこうやったことあると思うんですけど、その心電図の検査って健康診断のすごく短い時間なんですよね。5分もやらないと思うんですよ。でそれだけだとちょっとわからない疾患っていうのも実はあるようで、それを長くやることによってより精密な検査になると。でそれって病院ってやるのって結構大変なんで、お家で、すごい小さい、ね、デバイス端末を使ってお家でできるようになるよと、8時間ぐらい寝たまま、寝るときか睡眠のときにもつけて、起きてからもつけておいていただいて、8時間ぐらいデータ取ったらそれだけでその心電図のより精密な、心疾患、心房細動とかですね、あとは無呼吸症候群とかね、睡眠時無呼吸症候群とかストレスに関しても、丸分かりのレポートを出してくださいと。でそこから、必要な先生のお医者さんの提携連携までご紹介までしてくれるよっていう、そういうサービスをやってらっしゃるココロミさんですね、はい、の、本当にいろんな方をですねお迎えさせていただいておりまして、お届けをしてまいりました。 YouTube ご覧の皆様はですね、過去のアーカイブ YouTube つながるラジオで、検索窓カタカナで検索していただきますと、過去のアーカイブすべて見ることができますので、そちらからご覧いただければなというふうに思います。はい、ちょっとオープニングで話しておけばよかったですね。はい。ということでですね、今日のつながるラジオなんですが、10月の青森県のちょっとリンゴ畑のですねお話をしたいなというふうに思います。青森といえば、代表的な名産物リンゴ思い浮かぶ方、ほとんどの方すぐに思うんじゃないかなというふうに思うんですけども、私ですねリンゴ農家さんに、去年の9月からですね、お伺いをしていって、リンゴ農業の、リンゴの農作業のお手伝いをさせていただいているんですよ。で、いろんなあの作業があるんですけども、10月、じゃ今の時期は一体何やってんのというふうなお話をしたいと思います。過去にね、このラジオでも7月と8月ぐらいかな、9月も話したんじゃないかな。毎月、1回はリンゴ畑の話をね、ちょっとしてますんで、そんな形で今日は10月お話していきたいと思うんですけども、10月のリンゴ畑はですね、収穫期を迎えておりまして、品種がね、いろんなリンゴの品種がたくさんあるんですけれども、早いものはね、8月の頭からですね、上旬からもうリンゴの収穫作業が始まりました。ですので、今はこうリンゴの収穫作業と、あとはこう遅い品種ですよね、11月ぐらいに、最終最後で、収穫をするっていうリンゴの品種もあるので、そのリンゴの手入れもしていますというようなですね、大きくはそんな収穫と手入れみたいなことをやっております。ここ最近10月ぐらいで、私がね今あのいろんな品種って本当いっぱいあるんでね、私が伺っているリンゴ農家さんが作ってる品種だけでちょっとお話をすると、今の時期10月はですねジョナゴールドっていう赤いリンゴをですね、収穫を作業しております。ジョナゴールド、ちょっとこう酸味がね、効いた、爽やかな酸味が効いたですね、美味しいリンゴなんですけども、ジョナゴールドを今収穫してましたね。で、まだ収穫最盛期ではないんですけど、ちょっと早いものからは、もいでいくというかね、 しながら、もう10月の末ぐらいになると、ジョナゴールドも完全に、収穫最盛期という感じになるんじゃないかなというふうに思いますね。で、ジョナゴールドやっていて、で、あとその手前ではですね、富士和製富士っていうね、早い品種なんですけど、富士っていうリンゴは、結構いろんな品種があって、同じ名前でもいろんな品種があって、早く収穫できる和製富士っていうね、和製っていう品種ですね。早い、生きると書いて和製なのかな、和製富士っていうものを、もう収穫は終わりました。で、この後ですね、11月にも実は富士ですね、メインの富士というか、よく皆さんが、よく目にするようなリンゴをですね、一般的なポピュラーな富士のリンゴなんですけど、それは和製ではなくて、遅い、晩生ですよね、晩生
って遅い富士になるということなんですけど、それも控えておりますので、まあ富士の早い版が収穫終わったよということですね。9月ぐらいは何やってたかな。9月ぐらいはあのキヨとかね、あの黄色いリンゴですね、黄色いリンゴ、富士は赤いリンゴですけどね、そういったものも燃いだりとかしてましたね。なんかすごくね、あのだから毎週毎週、何かしら収穫もしつつ、そういうメンテナンス手入れもしつつっていうことで、まあ、今の時期の農家さんっていうのはね本当に忙しいんですよね。本当に忙しいです。で、9月ね、まあ、ちょっと過ぎちゃいましたけど、9月ぐらいだと、リンゴだけねやっぱ農家さんやってるわけじゃなくて、野菜やってたり、あとは稲ですよね、まあ、米もやってらっしゃったんですよ、私がお世話になってる農家さんはね。だから9月はあの稲刈りもありましたし、でそういうのもねやっぱ大変ですよね。ほんとすごいなと思って、もうほぼ休んでないですよ。もう今の時期っていうのは、まあ、通常農作業っていうのはねやっぱ天気に左右されますから、雨が降るとそれはやらないと、お休みの日になるっていうことのケースが多いんですよ。でもこれぐらいの9月10月11月のやっぱ農家さんっていうのは、まあ本当危険が及ばないぐらいのね、まあ、軽めの雨だともう全然普通に農作業を全然やっていて、私も収穫作業雨でも行きますし、そういうメンテナンスもねあのやりますしと、まあ要は雪がね降るわけですよ、これから12月、まあ、半ばぐらいにはねもうやっぱ雪が、まあ、降って積もるかなと思うんですけど、そこまで農作業をずっとやり続けるわけもいかないですしね、だいたい11月のやっぱ中旬ぐらいまでには農作業を終わらせなきゃいけないということなんですよ。だからこの、まあ、放送が10月のだいたい中旬ぐらいなので、あと1ヶ月ぐらいですよね。あと1ヶ月ぐらいで、まあ、リンゴのこの農作業、まあ、大体2月3月から始まって11月で終わるという、まあ、1年のサイクルが終わりになりますっていう風な流れなんですよね。なのでまあ今こうピークというか作業的にはいろんな作業のピークを迎えています、ですので本当に農家さんも大変ですし、で収穫したリンゴをね、そのまま収穫してほったらかすわけにいかないじゃないですか。やっぱあの出荷をするっていうね、おろすっていう、市場に市場に出すということも大事な、まあ、ここで初めてねお金になっていくわけですから、もうずっとねこういろいろ手をかけてずっとやってきて、ようやくそのがお金になる瞬間っていうので、まあ、大事な局面でもありますよね。っていうことも考えると、収穫をしました、でその後待っている作業っていうのは、やっぱりリンゴって一個一個の大きさ重さまちまち違いますから、ある程度揃えていく必要があるんですよね。形が、同じような形大きさのもの、同じような重さのものとか、あと同じ品種っていうことで、まあ、僕ら選果っていう、まあ、果物の果実に果ですよね、果に選ぶで選果と、まあ、そういう選果作業っていうのをやっていく必要があって、いろんなリンゴにおいてもですね、この大きさで同じ大きさで揃えて市場に持っていく、市場に持っていくと、でそこで初めて、値段をつけてもらって、収入が上がるというふうな流れなので、ただもいで終わり、収穫をして終わりではないんですよね。まあ、その後にもっともっとまた大事な作業が控えているということなので、まあ、1回の、ね、収穫でなんていうんですかね、その段ボール一箱分収穫するってわけじゃ全然ないんで、本当に何百箱分っていうのをね、やっぱその、収穫作業でねしますんで、1回の収穫作業ですよ、しますから、当然選果もねもう一個一個目で見てグラム数測ってっていうことをやってますからね。やっぱそう考えるとね、めちゃくちゃすごい作業量なんですよね。で僕らみたいにちょっとお手伝いに行ってる人だと、やっぱ選果ってのはまあちょっと怖くて触れないというか、あのやっぱ経験則がいるというか、誰でも彼でもこうできる作業じゃないと、いうふうな印象を僕は持っていてですね、やっぱそういう
やっぱ農家さんじゃなきゃできない作業っていうかっていうのもやっぱあるしですよね。だからこう誰でもできるお手伝いじゃないというかですね。やっぱそういうのもありますしね。やっぱいろいろこう農家さんは気を使わなきゃいけない時期だなというふうに思うんですよね。だから大変な時期です。で、まあちょっと畑の方にね、ちょっと話を戻していきますけど、まあ、畑の作業ですよね。畑の作業、あとどんなことやってるかっていうと、葉っぱを取る作業をしてます。リンゴの木のね、たくさん葉がついてるんですけど、葉っぱを取ってます。これはなんで葉っぱを取ってるのっていう話なんですけどね。リンゴの実がね、あの木にいっぱいパーってなってるんですよ。で、その周りをこうリンゴの実を覆うように葉っぱもこうたくさんついている状態で、でリンゴって赤くなるリンゴはね、やっぱ色をつけるためにはお日様に当てなきゃいけない、日光に当てなきゃいけないんですけど、その葉っぱにくるまれた状態というか、葉っぱがこう周りにたくさんついている状態だとやっぱ綺麗に赤く染まらないんですよ。赤色にならない、ちょっとこう青い部分がね残っちゃうっていう、まあ、見栄えが悪いっていうことで、今収穫を控えているリンゴについては、1個ずつその1個の実に対してリンゴがついてる葉っぱを全部取り除くという作業を1個ずつやってます。で、これもまあ途方もない作業というか、まあ気が遠くなる作業なんですけど、あの1本の木でもね、僕はだいたい1日がかりで1本の木を終わらせるっていう感じなんですよね。なんかベテランの方だと1日それでも3本とか4本ぐらいじゃないかなってお伺いしましたよ。なので1本のリンゴの木を終わらせるのに丸1日男1人かかるというようなことなんです。葉っぱを取り除く作業ですよ。でリンゴの木が10本しかないなんてことは全くなくて、これほんと何百本ってあるんですよ、リンゴの木がね。それを1日1本ずつ、まあ、僕が消化してるっていう状況ですから、まあ、そう考えるとね、もうどれだけ、人手のかかる作業をしているかっていうのはちょっとなんとなく想像ついてくるかなと思うんですけど、まあすごい畑が広いところにね、しかも平地だったらいいんですけど、やっぱ山になってね、ちょっと斜面になってる、畑もありますし、あとはリンゴの木もね、低くないですから、やっぱ2メーターくらいあるんですよね。背丈2メーターもっとあるな、はしご登ってるからな、2メーター50ぐらいあるのかっていうことは、ではしごをかけて、その上になっているリンゴに関してはそのはしごの上に乗っかって、取っていくということなので、もうはしごを常にこうかけては葉っぱを取り、っていうことを繰り返しているんですよね。だからね、これすごい大変な作業です。労力がかかる作業なので、まあ、皆さんがスーパーにね、行った際にリンゴが並んでて赤くなっているリンゴを見たらですね、これってもう普通じゃないんだと思っていただきたいなというふうにちょっと僕も知らなかったんですよ。やっぱやるまで、そういう作業をやるまではどれだけ大変なことをやってこう赤く染めてるのかっていうのも分かってなかったですしね。だからすごいなって思います。で、葉っぱを取るじゃないですか。で、取ってお日様に当たるといいんですけど、その当たらない面っていうのもあるんですね。特にこう、重力によってこう下をリンゴの実を向きますから、上からお日様があるんで、こうなんですかね、ちょうど上の部分は綺麗に赤く染まることが多いんですけど、そうじゃなくて下のお尻の部分っていうかね、の方は、お日様がやっぱ当たりづらいわけですよね。上からお日様が降り注ぎますから。そうすると下がやっぱ色付けが悪いっていう、それもまあ見栄えの問題だと思うんですけどね、見栄えが悪いっていうことから、その下からも光を当てるんですよ、お日様を。なんかね、どういうことって感じなんですけどね。下からもお日様の火を当てるっていうために、その畑のね、リンゴの木の下にレジャーシートみたいなねのを敷くんですよ。そのレジャーシートだと光を吸収してしまって終わりなので、反射材って言われる、なんですか、こうシルバーシートって僕ら呼んでるんですけど、アルミホイルみたいなレジャーシートを敷くんですよ。結構大きめのね、本当に大きいブルーシートを半分にしたぐらいな、なのでまあまあ一人で広げるのは結構大変、二人がかりで、端と端持って、畑に敷いていくみたいな作業になるんですけど、その
反射材になる下にこうアルミホイルの反射材みたいなのを敷いて、そうするとお日様が日光にバーンと当たって、そのシートにシルバーシートに当たったら、それに反射をして、鏡の原理で、ね、反射をして、お日様は下からも当たるということなんですよね。まあなんか一見原始的にすごく聞こえちゃうんですけど、めちゃくちゃ効果的な方法でもあって、まあお金かからないっていうかね、そういう、電気で発電するとかもなく、すごくエコな方法だなっていうふうにすごく思うんですけど、ただね、これやっぱ、敷くのがね、やっぱシートを敷いていくのも、一枚敷いて終わりとかじゃないですからね。リンゴの木一本に対して、やっぱ5、6枚敷くんですよね。ちゃんとその下がフォローアップできるように。どのリンゴでもね、ちゃんとシルバーシートが下に敷いてある状態にするためには、その大きいシートやっぱ5、6枚敷かないといけない。うん。そうすると、木一本に5、6枚だと、ね、木30本あったらそれだけでも、5、6枚でも150枚ぐらい引くわけですよね。うん、それを一個一個人手で引いていきますからね。誰かが自動的に敷かれるなんてことないですからね。ああ、だからもうそれ考えるとね、もうめちゃくちゃ大変ですよ。畳まれてるシートを広げ、それを4箇所ね、ピン止めして、地面に飛んでいかないようにね、風で飛んでいかないようにピン止めをしてとか。そんな作業をしてやっていくわけですよね。いやーもう本当にね、もうすごいですよ本当に。なんかちょっとね、まあ、ベラベラ喋っちゃいましたけど、まあちょっとこう伝わってほしいなと思ってるのは、やっぱりリンゴ1個ができていく過程っていうのに、すごく労力がかかっていて、すごく人手がかかっている、手間がかかっている。うん、でせっかく収穫したリンゴもね、形が悪いとうまく出荷、皆さんお手元届くような形にはならなかったり、加工品になっちゃったりねしますし、あとはその収穫の時にね落ちちゃったりとか、風が吹いてとか、あとぶつかってちょっと落ちちゃったりとかっていうこともあるし、もうずっと手塩にかけてね育ててきたリンゴが、皆さんのスーパーにね、お近くのスーパーの店頭に並ぶことっていうのは、すごく当たり前じゃないんだっていうことをね、ちょっとお伝えしたくて、今日の10月のリンゴの農作業のお話をさせてもらいました。スーパーね、並んでると思いますので、ぜひお手に取ってね、1個召し上がっていただけたらななんていうふうに思います。はい、ということでエンディングのお時間となりました。今日はね、リンゴの農作業、10月どんなことやってるのっていうのと、リンゴ1個が届いていくのには結構いろんな過程があって、いろんなプロセスを経て、皆さんもね、スーパーに並んでいくまでのことってなかなか知る機会がないんでね、私も知らなかったんですよ。青森県人でありながら、やらないとわからないことが多くてですね。ちょっとね、そういった話もしたいなというふうに思いまして、しました。いかがだったですかね。はい。これからね、リンゴ、いろんな品種がね、どんどんまた出ていきますし、あと私、リンゴジュースね、販売させてもらったりするんですけど、リンゴジュース、今お世話になっている農家さんがね、今まさに取ったリンゴを絞って、生搾りのね、果汁 100%、まず、混じりっけなしですよ。のジュースを絞って、そのジュースをね、農家さんが作った、もう、美味しいですよ。美味しいわけですよねっていうことなんですけど、そのジュースを皆様にね、販売もしておりますので、よかったらね、メッセージかなんかいただけたら、ご案内させていただきます。応援してください。マジで沖縄の皆さんにもね、ぜひすごく買っていただいてまして、お買い上げいただいてみます。ありがとうございます。はい、毎週日曜日の5時半からね、このつながるラジオをお届けしております。過去のアーカイブね、配信しております。こちら YouTube チャンネル、 FM 技能の YouTube チャンネルさんにもございますし、あとは YouTube の検索窓にカタカナでつながるラジオと検索していただきまして、黒いアイコンでカタカナのつながるラジオというアイコンを発見したらですね、こちらのつながるラジオの YouTube チャンネルです。過去のアーカイブをすべて配信しております。冒頭にちょっとお話しさせてもらったね、ゲストさんのお話と、
先週、先々週のゲストさんのお話もアーカイブ配信できますからね、ご覧いただくことができますので、はい、ぜひぜひって感じですね。で、YouTube ご覧いただくと、QR コードがね、ございます。で、私にまつわる SNS、いろんなもの、あのリンゴジュースのことも書いたりしてますんで、リンゴの農業のこともね、書いたりしてます。情報発信とかさせてもらってるんで、もしよかったら、こちらもフォローいただいたり、まあ、いいねとか反応いただけたら嬉しいな、というふうに思います。まあ、YouTube チャンネルの QR コード、ぜひご覧ください。ということでですね。はい。もう、そうか。次回放送は10月の、もう末なんでね、もう1ヶ月あっという間なんですよね。もう早い10月始まったと思ったら終わっていくっていうんでね。もういよいよ年末年末っていう感じにもなりつつありますよね。ちょっとハロウィンが、終わると、もう一気に年末ムードになっていくんでしょうから。ああ、もう2024年も終わりだね、ということをですね、このラジオでお話する日が近いんだなというふうに思いながらですね。皆さんも体調なんかにはね、まあ、寒暖差が激しいので、気をつけながらお過ごしいただきたいなというふうに思っております。はい、それでは、今日はここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は松山秀和でした。